はい、どうも、エイチャレコードです。はい。本日はですね、あの、真空管アンプ、ちょっとどうい、あの、いろいろ聞いてみてですね、あの、どういったレコードに、まあの、マッチングするかっていうのがですね、もう大体分かってきたんで、ちょっとそれについて、えー、本日は紹介したいと思います。はい。こちらの WATS というメーカーの、あの、組み立て式の、えー、真空管アンプになります。はい。でですね、あの、 こちらが、まあ、あの、こちらの片方のスピーカー。こちらが、あの、まあ、こちらのスピーカー。というような感じの、まあ、非常にシンプルね、動き。まあ、シングルタイプと言われるものになってますね。はい。で、ここ、スイッチ。こういうスイッチという感じになります。はい。で、まあ、非常にシンプルなものなんですけども、あの、やはり真空管アンプって僕初めてだったんですけど、いろいろ、 やっぱり性格がありますねやっぱま。あの、マッチ、あの、マッチするレコードもあれば、やっぱちょっとこう、あれいまいちだなっていうか、なんかこう、ちょっと音がですね、ちょっと濁って聞こえるというか、クリアに聞こえないように、一回に聞こえないような、あの、あのレコードもあったので、そこら辺をね、紹介していきたいと思います。はい、やっぱりですね、まあ、マッチするといえば、これですね。Hard Days Night. これは、もうガツンとマッチします。真空管アンプに。こう、このね、ビートルズ初期のアルバムは、あの、真空管アンプじゃないと、やっぱこう、雰囲気は出ないんじゃないかなって、まあ、それぐらい思いました。はい。あの、あとこのヘルプとかね。このヘルプ。ヘルプもそうです。あと、まあ、あの、ほとんど初期なんですけども、まあ、ラバーソウルも、 結構良かったです。ラバーソールもいいですしあこれですやっぱりビートルズ・フォア・セールこちらはですねあの真空管アンプで聞くと、まあ、こちらもこうガツンときます特に僕がいいなと思ったのはあのハードデイズ・ナイトとビートルズ・フォア・セールこの2つはですね真空管アンプにめちゃくちゃ合いました まあ、あとはですね、えー、このホワイトアルバム、ホワイトアルバムですね。ホワイトアルバムは、まあ、意外と、まあ、普通でしたね。あの、普通でした。可もなく、不可もなくという感じで。逆に言う、逆にですね、あの、真空間アンプを噛ませることによって、ちょっとなんかこう、微妙になってしまった。例えば、これですね。フィーン。オペラ座の夜。こちらですね、なんかこう、 ちょっと真空管アンプを噛ませると、ちょっとに濁ったというか生温かい音,音になりすぎて、まあその音楽の特性がこう発揮できなかったような気がします。はい。まああとグレイテストヒッツもそうでしたね。はい。グレイテストヒッツ。こちらもそんなにいいとは思わなかったです。逆に、あの、普通のコンポの、あの、 トランジスタ系のアンプで聞くのがいいなと思いました。はい。えー、っと、あとは、あとはですね、すいません。あ、このローリングストーンズ、ローリングストーンズのこナンバーワン、ナンバーワンっていうか、まあ、デビアルムですね。これもぜひ、あの、真空間アンプで聞いてみてください。これもですね、あの、真空間アンプで聞くと、より倍増します。あとはですね、 こちらですね。これも意外と真空管アンプで聞くとあまり良くなかったんですね。ビーチボーイズのサーフズアップ。これもトランジスタ系のアンプで聞いた方がいいかもしれません。えレッド・イット・ビアですね、まあ、可もなく、不可もなくという感じで。で、意外とですね、あのー、この2020年、2021年かな。こちらの、あのー、 レミックスのレッド・イット・ビーは、あの、真空管アンプ意外とマッチングしましたね。やっぱり、ぱり現代に作られたもの同士っていうことで相性がいいのかもしれませんね。イーグルス。これもですね、そんなに真空管アンプ微妙だったなーっていう感じがしました。で、意外と良かったのが、このテイラー・スウィフト。まあ、僕もう現代のアーティストですね。ミッドナイツ。これ意外と真空管アンプにマッチしましたね。なんでかわかんないですけど。 あの、はい。やっぱり、なんで合わないのかっていうと、やっぱまあ、まあ、ヴィンテージレコードっていうのもあるし、やっぱりこう、真空管チューブカットと言われている、まあ、カッティングがされていない。そして、あの、カッティングもそうだし、レコーディングも、まあ、チューブではないというか、まあ、トランジスタ系の、あの、ソリッドステートの、やっぱりその機材を使わ、 たのが理由なんじゃないかなと思います。はい。逆にですね、こう初期のものっていうのは、まあもちろんこれビンテージなんですけど、まあ真空管がですね、非常によく合うんですよね。あの、水を得た魚というか、そんな感じがします。ということで、まあ、ぜひあの、真空管アンプをですね、あの、まあビートルズ、ローリングストーンズ、 1960年で初頭のレコード、ヴィンテージレコードを聞くときは、ぜ、ま、ひ、あ、あのー、導入してみるといいかもしれません。でも逆にですね、真空管アンプによって、まあ全部、その、のレコードが音が良くなるかっていうと、そうでもないんだなというのは、えっ、ー、と、今回感じましたね。でも意外と、こう、現代のレコードに関しては、まあもちろんそんなにこう、 真空アンプとあの比較したわけじゃないんですけどあの結構いいサウンドで聞けましたという感じです。はい。という感じでいろいろ出すのに手こずってしまったんですが、はい、あの真空管アンプの、まあ、ちょっと個人的な所感といいますか そういったものをちょっといろいろ説明してみました。はい。ということで、あの、本日もいろいろありがとう、あの、ご視聴いただきありがとうございました。またいろいろと紹介したいと思いますので、えー、よろしくお願いします。それではありがとうございました。